吉田隆吉田隆吉田隆史、1973年6月27日体は、日本のお笑い芸人であり、ブラックマヨネーズのボケ担当である。立ち位置は向かって、右。相方は、小杉隆一。吉本工業所属。京都府京都市出身。身長173センチメートル、体重63キログラム、既婚。 京都府京都市伏見区において、当時系半電気鉄道社員、不動産部勤務の父親と、看護師の母親との間に長男として生まれ育った。自分より9歳年下の弟がいる。中学1年生まで、家庭の事情で親元を離れ、祖父母に育てられた。少年野球をやっていた頃、ウォーレンクロマティに憧れていたあまり、打席でクロマティのモノマネをしたところ、 監督に怒られたということもあった。中学は京都市立藤森中学校に進学する。少年期から極度の吹きで物体質であり、当時中学生だった吉田はニキビに悩み、通販でニキビを消すローラーを購入し、顔にローラーを押し当て顔中のニキビを一気に潰したからとのこと。高校は京都市立日吉が、 岡高等学校に進学し弓道部に所属していたが、男子部員6名中唯一の補欠だった。弓の弦でニキビを潰しながら、顔を血まみれにして、練習をしていたという。弓道部入部のきっかけが、5日間の合宿の間に、憧れの女子、滑り止め含め2人とどうにかならないかという不純な理由だった。なお、高校の同級生に、映画監督の中野和夫人がいる。 高校卒業後の2年間は、大阪でフリーイーターとして生活しており、パチンコ屋の店員、腰回収業者、新聞配達員、デパートで靴磨きスプレーの実演販売など様々な仕事を10件ほど渡り歩いた。本来は、高校卒業後すぐにお笑いをやる予定だったが、一緒に NSC に入るつもりだった。 同級生の和田義弘が芝居の学校に行くと言い出したため、しょうがなくフリーターン生活を続けていた。その和田と共に、ツインテールというコンビ名でデビューするもすぐに解散してしまった。ただし、和田は現在では放送作家としてブラックマヨネーズのライブに携わるなどしており、二人の関係は至って良好である。その後、実家の京都に一時帰郷するが、 1998年に前々から組みたいと思っていたもと、関西キングの小杉隆一とブラックマヨネーズを結成。2002年からラジオ番組、ブラックマヨネーズのズボリラジオの放送が開始される。2005年、第5回 M-1 グランプリで優勝。2011年1月6日、なるみ、ブラマヨの叫びましょう。これを知らないんて、どうかしてるぜ。 ABC テレビで初の MC、普段コンビでは小杉が進行役を担当を務めた。2013年8月23日元看護師の一般女性と結婚。その1週間後の8月30日に第一子となる男児が誕生。2015年和歌山白浜観光大使に就任。吉本部イクランキング最高に200、2007.2009年度。 肌荒れは腹の方がひどい、金属アレルギーも持っているため、ベルトのバックルでも荒れるしかも本人曰く、アレルギーに負けたくないため、つい書きすぎてしまい、よく腹と指先が血だらけになっている。ゆえに裸での出演は原則 NG、死も術の通り、吉田を可愛がっていた陣内と諸里は、そんな吉田を心配し、腹の部分まで隠れるロングドランクスをプレゼントした。 喜んだ吉田は、一生このタイプしか履きませんと陣内に言った。ブラックマヨネーズを結成した当初、スキンヘッドにしていたことがある。無理やり個性をつけようとしたということからであり、スキンヘッドにする前は、デニス・ロットマンのように髪をカラフに染めたり全身にタトゥーを入れようとしたが、小杉に止められて断念した。M-1 グランプリ優勝した当日に当時、付き合っていた彼女を振った。 その数年後、その彼女から結婚の報告が入った。吉田が語ったところによると、優勝決定後は打ち上げ等が全て終了したのが深夜2で、すぐに彼女に優勝報告の電話をしたが、電話が遅い。何してたんどうせ私のことなんてすぐに捨てて、アイドルとかと付き合うんでしょとネガティブな発言をされたため、その電話で別れを決意した。 家で飲んでいる時にいたずら電話がかかってきて、酒の勢いで文句があるなら家まで来い。住所はや、と本当の住所を言ってしまい、すぐに我に帰って恐怖のあまり110番に電話する練習しながら震えていた。上京してマンションを借りる際、実際には彼女はいないのだが、自分の彼女は車で遊びに来るに違いないと考え、車も持っていないのに、 マンションの駐車場を2年間借り続けた。さらに、その彼女は小型犬を飼うに違いないとペットオーのマンションを選んだが、吉田自身が犬アレルギーのため部屋の窓を開けるたびに息苦しくなった。ブラックマヨネーズとしての方向性などを決めているのは基本的に吉田の役割。結成当初、吉田のツッコミに関する細かい指示に小杉は鬱陶しさを感じていたが、 指示通りにやった方が、客の反応が良くなることに気づき、指示を受け入れるようになる。また、小杉は、吉田の番組や舞台に対する、意気込みを、お笑い根性があると評している。小杉が結婚した際、婚姻届の承認になった。まだ訪れたことのない父方の墓参りに、自主的に行こうと墓の場所を母親に尋ねた際、父方の祖母がまだ生きていることを聞かされ、 そこで初めて知った。2011年当時はまだ生きていたが、その後亡くなった。なお、吉田は、幼少の頃は、両親の事情から、主に祖母に育てられた。その後両親と一緒に住むようになってからは、祖母とは疎遠になっていった。その後、久しぶりに、母方の祖母に会いに行った時に、自分の名前を間違えて言われてしまい、もう会いに来るかと腹を立ててその場を去った。 その後は一度も会うことのないまま母方の祖母は亡くなった。吉田は葬式の場で親戚に、おばあちゃんはその時にたまたま名前が思い出せなかった。後でかわいそうなことをしたと泣いていた。見えにくい目でテレビを見て、あれはたかしだよねと繰り返し言っていたと言ったことを言われ、非常にすまないことをしたと心が揺れ、心から謝りたいと思い続けているという。単独出演のみを記載。 コンビの出演歴については、ブラックマヨネーズを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。